工場とかで撮った写真ありますよね。でそれをブログなんかで、ね、紹介するときにですね、せめて、角度補正だけでも少しすればいいという話をします。私の使っているソフトは Photoshop Elements 10という古いバージョンなんですけども、まあ、大体、機能は他のバージョンのものと変わらないと思いますので、ここで説明したいと思います。例えばこの工場でのこの半製品での状態の写真をですね、そのまま紹介しても良いんですけども、やはり多少なりとも、まあ、ちょっとあと自分の練習も兼ねて、この角度補正をちょっとしてみたいと思います。まあ、それほど時間がかかるものではないですので、ちょっとやってみるといいかと思います。ここではまずこれが選択されているということ、こう刺さっているということですね。そしてイメージ、そして変形、そして自由な形に、これだけなんですよ。すると、四つ角がもう自由にこう動いてきますので、まあ、あとはもうグリッドを出してですね、まあ、垂直を見るということもできるんですけど、まあ、ある程度は目検討でもう十分だと思うんですね。で、まあ、こちら側をまず揃える。で、基本的に垂直のラインを揃えていくといいかと思います。で、このままドラッグして上に持っていくこともできます。で、こんな感じですね。たったこれだけでですね、この写真は随分雰囲気が変わるんですね。はい、これだけである程度の角度補正ができたということになります。まあ、その他ですね、明るさの、微調整とかいろんなことがありますけども、そうですね、例えばこちらでいけばライティング、そしてレベル補正するとここの矢印で変えることもできます。で、コントラスト、こちらの方ではっきりさせる、はっきりさせない、はい、こういったこともできます。で、もしくはこの、クイックというボタンでですね、ここで、スマート補正っていうのがありますから、このままこの矢印ドラッグしてでもいいですし、ここではシャドウ補正、この辺のシャドウですね、シャドウだけちょっとこう明るくするとか、それと箱の内部の様子も変わってきてるのが分かりますでしょうか。で、表側こちらの方はあまり変わりませんよね。あくまでもシャドウの部分だけですね、ちょっとはっきりと分かるようになるっていうような補正をするってことですね。で、表示に戻す。で、こちらで出来上がりってことになります。まあ、それほど時間がかかりませんので、普段からまあどういう、まあ、私の場合にはフォトショップなんですけども、まあ、あの使いこなすためのまあ練習として、普段からこういうことをやっておくと良いと思います。